こっち側のチーム誰だっけな、文字しかいねえじゃねえか。なに小池チーム、なに天帝か名誉しかいないの。すごいな。さあお互い地方戦開幕は、さあ様子見狼でじいじい立ち回って、さあテイク中段通して押し、ジャンシーの叩き落としてバックステップ、押し置き通さねえぞそんな甘いバード、ジャンシー締めてチクチクいく、バード固めてるか中段見えない。さあ狼ゲージがないので地上攻を選択したのか、それとも単純に火力高いのか。ここでガーキャンオーバードライブ、スパークボルトはガードしてガードキャンセルで返す、おっとジャンプでカウントヒットしてしまった。ここでバースト、オオカミで前を剥がれながらスレッジで近づきながら磁力がついてるので、まだここでおっと上から奇襲からのめくり当たるがコンボでいかない。じゃあ豪栄がカウントヒットしてガジェットフィンガー磁力攻め、おっとガジェットフィンガーから吸い寄せてコマだけ通していく、フィンガーゴーディーテレシック紫、さすがに通さない、じゃあ何で当たってこれカウントアサルト、オオカミ通して運んでいく、画面端にご招待、おっと紫のコマ投げ、さっきのお返しだと素晴らしいオオカミの体育形勢を利用したうまいやり取りですね、にめくってつかつか、おっとここで突進が当たっていく、まずは1本取っていくスーヤバルゲンハイン、2ランド目はジャンプでぶちかましていくが使っていく、おっとここで中段下段と通していって画面端のコンボを叩き込んでいく、オオカミ乗せて中段見えない、コンボ安いがキッチン閉めていって中段見えない、さあゲージを使って攻めを継続していく、おっとここでジャンプリヒートしてコンボにはいけないが、さあタックルオーバードライブキッチン決めて、おっと中段が刺さってコンボは多いけどエクシータスクでキッチン締めてアクティブフロー状態を確保していく、こちらもオーバードライブ、しかし暴れはカウンターヒットを食らってしまってディストーションで締めてキッチン2本ストレートで取っていく、スーヤバルゲンハイ、さあ神風組残っているメンツはおそらく孫とか直人かどっちかかな、さあバルケンハイ愛知県いないですからね、かなり困ってるんじゃないでしょうか、昔はリフトゥー君が使ってたんですけどね、彼はなんかイザナーミーになってしまったので、さあどっちが先に処刑されるかということを相談している神風組、会議が長引いております、コメントでも強いは正義と、これは多分リフトゥー君に言ったのかな、おっと副賞決まったそうです、出てきたのは誰だっけ、なんだっけ、いつもママママ言ってる孫使いの変態のイスキマゴトですね、すいませんでした。
彼のツイッター非常に変態でしてね、もうやばいっすよ。下ネタしか書いてないんで。コメントでもおそらく身内であろう、沙織ママ認識をママと、いつき、いつき孫と応援するコメントが書かれている。応援しているのか、さあ、そしていつき孫とも何やら携帯でツイッター見て爆笑している。きっと応援のエールを何だろう、応援のエールを受け取ったのでしょう。短時間で濃厚な影響が拡散とコメントにも書かれているが、まあ自業自得ということで諦めてもらいましょう。さあ、時報副将戦開幕は、あっと急降下からジャンプさせてケチ画面端5招待。さあどうすればのことは、ケチカード 6B は使ってしまったが、おっと尻尾が引っかかって 6B 中断投手。くさあこっから本作のこと非常に運ぶ、くるが長いケチ画面端近くまで5招待。レンジャー通さないようにちょっと後ろ下がって 6C、 おっとアスラトメジョンが中断。コメント機能下がってタックルで2億タックル来たが 2D からなんだろう、インフィニットラッシュ意味わからない。さあ 2B 下がってしまって、ここでたまらずバースト。コメント機能ショットしていく、コメント機能置いている。キッチン見ていた、スヤバルケハイ、おっとこれがアーキャン触るんじゃねえと。コズミックレー、コズミックレー張っていってエアステからブレーキして投げに行ったが、ケチ爆死している。さあやった、どうどうしてリバーサ投げ通していく、コンボミスっている、コンボミスっている、ガーキャン何でガードしている、お前ふざけんなさあチームメイトからいいよいいよいいよと波に乗っているママまごと。さあ画面端ご招待して、なるほど、打ち上げから壁ハマウンドするといけるんじゃないのか。さあ中断中断中断と見えるわけない。ケチでジャンプ1で落として中断、見えるわけない。こっからケチコンボ決めてアドバンコンボオーバードライブ、おっ EXC 出してね、望みを伝えている。さあここからどうする、根性値があるのかお前には。うわ根性値見せていく、 5B から入れ替えコンして、はいはい、 B 兄弟の方ですね、決まりましたので、勝ったのは青、青の物語、勝ちましたみんなで語る物語、おめでとうございます。レベル3アクション、はい、ではですね B 兄弟次の試合お呼びいたします。B 兄弟、バリアスブルー、ワラ、鈴木、天京、池上チームと、交通事故、二次流、羽川、優奈、ホットココ、嫌なチームだなおい。あのその2チームはですね、じゃんけんして、兄弟決めて先方申告したら試合を配信してください。おっと B 兄弟の呼び出しをしてるのに、いつき孫の大金星スーヤバルケンハインを倒していく。スーヤさんのバルケンハイン対するは今勢いに乗っている男、ワラツバキ。昨日遊園地でリフレッシュして今日の体調は万全か、わらつばき。昨日変な乗り物乗ってバルケンハイン対策がバッチリだと豪語していたこの男、スピノダさんに見せないとね。さあ第1試合第1ラウンド開幕はさあジャンピングカードして、固めて固めて6中段にオーバードリブ、5進オーバードリブ。さあ中段通して
さあジャンプして戸上鈴木中段通ってダメ足ゴーショータイゴービー育っていく一応ゴムしていくゴービー刺さってこれは終わっなかなか握ることができないまだもう一回まだイミジーカウンターヒットまずは1ラウンド勢いに乗って取っていくのはワラツバギバルケン大佐が生きたのかさあ第2ラウンドはおーうまい菅さんが回復取っていく今度は俺の番だと我慢して5招待投げ下りたか体育きっちり上を見しっかり見てるあっと狼の血が使わない人でしたかさあ位置を入れ替えてうまいあっとペライバースファーストで大股レベルになっていたんだろうが少し遅れてしまったがバーストになってしまうそれでも画面足切りし勝利権切り返していくゴージャンプし当たって中段ダブルアップになったか球が飛んでいくかジャンプし上り中段当たって一本取り返していくスリアバルケンハインさあ先方戦最終ラウンドうまい狼を透かして着地したのがケッチになっていくあっという間に画面足5招待ここでオーバードライブタックル出動が乗ったか位置を入れ替えられて熱波はダメよと気持ち高めていくめくりバックスよ2位で勝っていくか空中ぐらいのプレゼントといたあこれは大場投げ勝利でごまかして大場投げこの男やはり持っているあなたの罪を受けます今日は勢いに乗っているワラツバキ